私のアパートは壁が薄い。上、右、左、いろんな音が聞こえます。10年くらい前、左の部屋に若い女性が住んでいました。顔を1、2回見る程度の全く付き合いはなかったんですけど、ほぼ毎週のようにいろんな人が訪ねてきてましたね。たまに私の部屋にも間違えて外国人が来たこともありました。ある日の朝、仕事で外に行くと、あの女性と50代後半の高級車に乗った男性が口論してましたね。まあ関わりたくなかったので、私は軽く挨拶してそのまま仕事に行ったのですが、その日から左の部屋がおかしくなります。毎晩決まった時間にガタ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 と、まあだいたい約10秒ぐらい音がするんです。短い時間なので文句を言う必要はないかなと思って、まあ、気にはしてませんでした。少し気になったのは、なんでいるのに新聞も郵便物も受け取らないでドアの前に溢れてんのかなと思ったくらいですね。こんな感じが2ヶ月ぐらい過ぎたあたりから、比較的に仲の良かった奥の部屋の人が私の部屋に訪ねてきて、どうしましたって私が聞いたら、引っ越すって言ったんですね、その人が。で、その人はこう続けました。あなたの左側の部屋の女性亡くなったんですって、2ヶ月前に。